プレイスキックはアメリカンフットボール、サッカー、カナディアンフットボール、ラグビーリーグ、ラグビーユニオンにおいてよく使われるキッキングプレーの一種である。プレイスキックを蹴る準備をしているラグビーユニオン選手アメリカンフットボールとカナディアンフットボールではキックオフ、コンバージョン、フィールドゴールのために行われる。プレイスキックはパントとともにグリッドアイアンコードにおいて 最も一般的な形式のキックである。しかしながら、パントでは得点できない。プレースキックは、アリーナフットボールや、その他ほとんどの屋内アメリカンフットボールリーグにおける、ほぼ唯一のキッキングの方法である。典型的には、ボールはクラウンドに置かれる。ボールの位置を保つために、砂の小山、芝戸の穴、あるいはプラスチック製のティーが用いられることがある。 ホルダーと呼ばれる選手がフィールドボールとコンバージョンを試みる間にボールを直立状態に保持するために必要である。キックを富士にもホルダーを使うことができるが、大抵は気象条件のために T 上にボールが自立できない時にのみ使われる。グリッドアイアンフットボールのほとんどの形式において次元プレイの間に左右のアップライト間、クロスバージョンを通過したプレイスキックは フィールドゴールで3点が与えられる。タッチダウン後のフリープレイ時には1点となる。一部の屋内フットボールリーグでは、キックを富士にゴールを通過したキックには1点が与えられる。連載漫画、ピーナッツでは、チャーリー・ブラウンがプレイスキックできるようにルーシーがたびたびフットボールを保持するが、土壇場で必ずボールを放り投げ、チャーリーは仰向けに倒れてしまう。サッカーにおけるプレイスキックは、 試合が停止した状態から地面に置かれたボールを蹴ることで試合を再開させるプレーの総称であり、コーナーキック、フリーキック、ゴールキック、キックオフ、およびペナルティーキックが該当する。しかし一般にプレースキックといった場合、ゴールキックとキックオフは含まない意味で用いられることがほとんどである。さらにペナルティーキックも含まずに、 フリーキックとコーナーキックの二つのみを指して用いられることも多い。プレイスキックはゴールへのキッキングのためにオーストラリアンフットボールでかつて使われたが20世紀半ばに人気が落ちドロップパントが選択された。ラグビーリーグワールドカップ2013でプレイスキックを蹴る準備をしているオーストラリア代表ジョナサン・サーストン。ラグビーリーグにおいてプレースキックは キックオフとゴールへのほとんどのキックのために一般的に使われる。キックオフはハーフウェイラインの中央から行われる。ペナルティキックからのゴールへのキックは審判によって反則が取られた場所とキッカーのゴールラインとの間のタッチラインと平行な想像上の線上のどの場所でも行うことができる。コンバージョンの思考はトライが記録された場所からタッチラインと平行に引いた。 想像上の戦場のどの場所でも行うことができる。ほとんどのキッカーはボールの望む場所を蹴ることができるようにある種の補助を使用する。人気の補助にはキッキングティーや砂の小山があり、ボールがこれらの上に置かれる。選手はボールを置く地点のグラウンドにブーツで溝を掘っても良い。これによってボールの背後にくぼみができ、蹴り足がアクセスしやすくなる。 キッカーはボールのスイートスポットを蹴ることが切るようなやり方でボールを適切な場所に置こうと試みる。最も一般的な蹴り方はラウンドザコーナーキックであり、右利きのキッカーではボールが左にフックする傾向にある。キッカーは大抵キックを行う前に補足する。まず、キッカーは足をキッキングポジションに置いてボールの前に立つ。次に助走距離を測る。 ボールが大抵は足のインステップを使ってキックされるとき、キッカーはフォロースルーを取る。ほとんどのトップキッカーは約55メートルからゴールへキックすることができる。ラグビーユニオンにおいてゴールキッカーを務める最も一般的なポジションはフライハーフである。これはこのポジションが手からの良いキック技術を必要とするためである。やや一般的ではないが、 フルバックがキックを行うこともある。これらの二つのポジションのいずれもゴールキッカーでないとすると残りのスリークォーターバックスとスクラムハーフがキッカーを務めることになる。ゴールキックを行うフォワードは極めて稀であるが知られていないわけではない。近年最も有名なのはオーストラリア代表でセカンドローを務めたジョニー・イールズであるハウツゴールプレイスキック。ありがとうございます。